直せる。俺そのレコード直せる。マイスターホラは心は時間を感じるためのものだと主に教えます。心が時間を感じられなければ時間はないも同じだ。あ、すいません、隣。隣、おはよう。気持ちのいい朝ですね。あんまりのんびりしていると時間泥棒が時間を盗みに行きますよ。すいません、時間はないも同じだと。それに対してモモはこう質問します。するともし私の心臓がいつか鼓動をやめてしまったらどうなるの。さあ、来月からイギリスとかヤバくない？なんで？居眠りとかしてたら追い返されるからね。海外の大学って厳しいって言うじゃん。そういうのは行ってから心配すればいいの。そういうとこ。少しはね。もう一時？行こう。あ、ごめん、すいません。すいません。大丈夫ですか？すいませんでした。すいません。ありがとうございます。ごめんなさい。一年だぜ。一年も早いんだぜ。海外の大学って言ったら前はパーティーだろ、性に奔放だろ、ほら海に行ったらみんな裸だろ。まあそれはあるな。そんなところに1年もいたら葵ちゃん金髪イケメンの餌食だな。まあクールジャパンって日本人モテるって意味だからな。言葉をし合ってるうちに国際結婚パターンだな。やっぱこの夏が最後のチャンスか。世の中には2種類の男しかいない。イケる男かいけねえ男か。安心しろ直也、お前ならいける。俺はいける。お前はいける。俺はいける。何がいけるって？あ、いや、あ、別に。あ、ちょっとかやるやろ。また直也にしょうもないこと吹き込んだ。なんでもねえって。これ、リクは？あ、まだ。そう、遅いんだあいつ。学部じゃ見なかったけど今日も図書館じゃね。もう今週末か。ライブ終わったら葵の誕生日もやるからね。お、いいねね、って言ったく。じゃあ行くよ。ワン、ツー、スリー、フォー。イエーイ、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 イエーイ。もうちゃんとやってよ。やってよ。お前が先走ってんだよ。遅えよ、リク。
じゃあ俺行くわ。え、もう帰んのかよ。うん、ちょっと用事あって。なおや、Bメロの2個目行くところいつも見せるから日曜まで練習しといて。おお、Bメロ2個目な。哲太くん、うん、クラッシュシンバル、うん、スタンドダメになってるから今のうちに変えた方がいいかも。リク、今日車で。あり。もうまだ何も言ってない。留学の買い物付き合いだろ。お前の言うことくらい読めんだよ。俺忙しいの。女だろ。さあね。はあ、相変わらず嫌味なくらい完璧なやつ。ほんと腹立つわ。あ、ねえ葵ちゃん、あいつもすげえダセーとこ教えて。え、一つぐらいあるでしょ、うん、全力で走ると超キモいとか、昔教室で緑のゲロ吐いたとか。それあんたでしょ。好きなこと二人になると尺止まんなくなるとか。うん、ないない、一つも。うん、昔からそう。いつだってリクは完璧。何度目覚まし鳴ってるでしょ。またこんなに散らかして、もう全然荷造りも進んでないじゃない。向こうに送るんでしょ。ダラダラしてたら飛行機出ちゃうよ。あんた買い物は。もういろいろいい気に言わないでよ。シャンプーだのリンスだの持っていくものちゃんと準備しないと。そんなの向こうで買う。もうやろうと思ってたのに、母さんが何でも先に言うからやる気なくなる。小学生みたいなこと言ってんじゃないわよ。お母ちゃんさっき焦げてる。また。え、やだ、火止めた。見ただけ。止めてよ、あんたがいつまでも起きないから。ほんと目の前のことしか見えてないんだから。姉ちゃんそっくり。はあ、これ借りてくわ。ちょっと待てよ、何その髪染めたの。はあ、何もしてねえし。なんもって黒から金になってんでしょ。やるか。こんにちは。おお、いらっしゃい。俊太郎さん、何してんの？ん？張り飛び直してんの。へえ。あ、これよし、これでいけるはず。お、あ、ダメか。はあ、そうだ、これ置いといてもらってもいい？ん、おお、ニナが作ったチラシ一番いいとこ置いとこ。え、嬉しい。え、5番目。そう、5番目。絶対見に来てね。行く行く。おじさんなんか食うもん。パン焼くか。うん。今起きたの？うん。徹夜だろ。相変わらず朝から晩までわけわかんねえ本眺めてさ。また勉強。試験も終わったのに。アリク、外でリナと看板作るから手伝って。おう。ヤギってさ、紙食べると腸閉塞で死ぬんだって。え、じゃあ白ヤギさんから手紙来たら黒ヤギさんどうしたらいいの。平和だなお前、行くならさっさと行けよ。いや、物事には順序ってもんが、うん、弟がさ、全然似合わないのにカッコつけちゃって。彼女できたんだよ、あれ。っていうか、あんたはこのまんまでいいの？え？リクと。向こう行ったら1年も会えなくなるんだよ。ただの幼なじみで過ごす夏休みと、彼氏彼女で過ごす夏休みは全然違うよ。待って。はい、ビビリ決定。
いいでしょ別にこのままでも。リク、私の誕生日だけは毎年祝ってくれるし、昔約束してくれたの。お前の誕生日100歳まで俺が祝ってやるって。ああ、はいはい、またその話。普段不愛想でもその約束だけは絶対守ってくれる。本当は優しいんだよね。じゃあさ、ぶっちゃけリクに好きって言われたことあるの？なあ。私は特別って思ってるのは自分だけかも。えい！え？ちょっと！ごめん、体が勝手に。えい！ああ！ああ、ごめん、体が勝手に。もうダメだって、やるよ。ほら、やったらやるよ。やるよ。何やってんだよ、汚れんだろ。あ、遅いよ、リク。おお、すげえ、リナ。いい感じじゃん。ほんと？今盛り上がってたけど何の話？え？別に。あ！看板！看板を！無事。私たちも全然無事じゃありませんけど。何のお前だけ。お前らがトロいんだよ。はあ？あいつ来てんなら手伝えよ。誰だろうね。ああ、物理の院生。まああれだな、自分を成長させてくれる年上パターン。へえ、リクもやるね。あ、これ入んないから持って。葵ちゃんのことどう思ってんの？別に。別にって。じゃあ俺告るけど、いいよな？いいんじゃない。なんで俺に聞くの？はあ、ああそう、あ、分かった。仁義は切ったからな、後で文句言うなよな。頼むな。あ？この後神社？なんで？うん、ちょっと話し合って。めんどくせえわ、ここで話せ。いや、テタ君、葵ちゃんに言おうが。私？何言おうって。いや、ああ、あれね、神社がある。神社はあるぞ。はあ？気になるから今言ってよ。うん、ほら、わかるっしょ。わかんないよ、言ってよ。だから、わかるっしょ。だから、何？まあ、みんなの前で言ったら告白になんないっしょ。全然ありあり、そういうパターンもある。そういうことだから。ありがとうございました。ありがとうございました。
俊太郎さん、リクは？まだ帰ってないな。夕飯、カレーだから食べてきな。うん、じゃあ上で待ってる。びっくりさせないでよ。触るな。あ、ごめん。え、なんで隠すの？お前に見られたくないもんもあんの。わかった。エッチなやつだ。さあね。難しそうな本ばっかり並べて無理しちゃって。あ、あのさ、リック、日曜のライブ。どうせ新しい曲作ろうとか言うんだろ。え、うん。なんでわかったの？何度言っても無駄だけど、まとめてから持ってこいよ。はいはい。あ、これこれ、歌い出しはこんな感じがいいかなと思って。こう？うん。君と交わした言葉が頭の中何度も巡る。続きは？あ、これとか。いいじゃん、葵らしい歌詞だな。ほんと？うん。とんかつとんき。それはお店の名前。もう。じゃあ最初ね。うん。じゃあさっきと一緒でこれから。さっきのコード何？これ？うん、うん、これかな。あ、それ。これ？弾きたい。うん。教えて。ここ親指ここかぶして。こう。うん。これと。こう？これこう。うん。で弾く。うん。ここ。うん。もう抑えらんないよ。無理。だって私の手これだよ。そこまで変わんねえだろ。全然違うじゃん。違うか。いつも思ってたんだけど、リクもライブでも歌えばいいのに。俺そういうのいいから。昔からそんなんだったっけ、リクって。いつの間にか落ち着いちゃってさ、中身おじさんだね。お前らがガキすぎんだよ。なあ、もし俺がどっかいなくなっても直哉とうまくやれよ。え？お前がこれから先突っ走って転ぶの俺がいつも捕まえてやるわけにもいかねえし、あいつバカだけどすげえいいやつだから。確かにそうかもね。曲やっぱ間に合わなそうだからいいや。直哉とうまくやれよ。あいつバカだけどすっげえいいやつだから。マ
るで人ごと。こっちも気も知らないで。あ、やば。直也？なんて？もうリクがそこまで言うなら直也でいいから付き合っちゃうかな。直也でいいから。直也が今までどれだけ葵のことを思ってたか知ってるの？え？1年の時からずっとだよ。ずっと片思いしてたんだよ。葵がイギリス行っちゃうからって勇気振り絞ってやっと気持ち伝えたんじゃん。その気がないならちゃんと振ってやんなよ。それとも何？リクがダメなら直哉に行くの？そんなつもりじゃ。どれだけ勝手なの。夕飯、カレーうどんな。うん。ああ、明日の葵ちゃんの誕生日、祭りの後に。ああ、おじさんに任せるわ。薄情なやつだね。葵ちゃんかわいそう。今、それどころじゃないんだよ。昨日、葵ちゃんと何かあった？カレーも食べないで帰っちゃったけど。別に。調子こいてると痛い目合うぞ。女ってのは見限るともうほんとびっくりするぐらい早くいなくなるからな。おじさんは？ん？もうずっと一人でいるつもり？俺は全然。この店と同じ。いつでもウェルカム。まあ、向こうが来ないだけ。お疲れ様でした。お待ちください。
来てないみたいだな、リナ。なんか連絡あった？いや、ないけど。まあ目の前であんな告白見せつけられたらな。テッタ君は知ってたの？リナの気持ち。いや、バレバレだろ。何の用もないのにしょっちゅう部室来て直哉のことばっか見てたし。まあ気にすんなって。ほら言うだろ、流した涙の数が女を綺麗に。はい、出番です。お願いします。最低だ。深呼吸しろ。顔険しいぞ。リクみたいにいつも冷静じゃいられないで。大丈夫だよ。お前はいつもみたいに笑ってれば。何それ嫌味。次のバンドはストロボスコープの皆さんです。それでは改めて聞いていただきましょう。ストロボスコープの皆さんです。お疲れ様でした。いやー、終わった終わった。もうパーッと飲んじゃおうぜ。ね、ごめん。葵ちゃん、ホラは心を時間を隣おはよう。気持ちのいい朝ですね。あんまりのんびりしてると時間泥棒が時間を盗みに来ますよ。マイスターホラは心は時間を感じるためのものだと桃に教えます。心が時間を感じられなければ時間はないも同じだと。それに対して桃はこう質問します。すると、もし私の心臓がいつか鼓動をやめてしまったらどうなるの。じゃあ俺行くわ。え、もう帰んの？うん、ちょっと用事あって。なおや、Bメロの2個目行くところいつもミスるから日曜まで練習しといて。
おお、ビビの2個目だ。テタ君、クラッシュシンバル。おスタンドダメになってるから今のうちに変えた方がいいかも。ねえリク、マリ、まだ何も言ってない。留学の買い物付き合いだろ。お前の言うことくらい読めんだよ。俺忙しいの。女だろ。さあね。はあ、相変わらず嫌味なくらい完璧なやつ。ほんと腹立つわ。あ、ねえ葵ちゃん、あいつのすげえダセえとこ教えて。一つぐらいあるでしょ。全力で走ると超キモいとか、昔教室で緑のゲロ吐いたとか。ちょっと待って、アイストップ。見たことある。見たことある。全部見た。全部聞いた。葵ちゃん、みんなの会話もシンバル落ちるのも全部一緒。あんたまだ寝ぼけてんでしょ。違うって。ああ、デジャブ。ああ、あるある。俺もさ、さっき牛丼食ってたら、あれこの感じいつか見たことあるって。いや、お前昨日も食ってたの。違う、そういうんじゃない。わかるわかる。俺もさ、同じ行動のとこいつも間違えるんだよね。あ、そういうのわかるでしょ。ただの練習不足だろ。本当にリアルに見たの。それでこの後、この後、なになに、あれ直哉がどうしたの。なんでもない。そうだよね。散らかしてる、片付ける、留学の準備する、買い物も行く。まだ何も言ってないでしょ。お母さんの言うことくらい読めるの。それとね、下で鮭焦げてるよ。え、ゆうた、火消して。どういうこと。あんたはこのまんまでいいの。リクと向こう行ったら1年も会えなくなるんだよ。ただの幼なじみで過ごす夏休みと、彼氏彼女とで過ごす夏休みは。直哉のこと好き。は、本当は好きなんでしょ、直哉のこと。誰があんな単細胞。何なのいきなり。ねえリナ、もしこのまま私が見た夢の通りになったら。つか笑い変えるの早すぎ。私死んじゃうかも。あるわけないでしょ。先生の話がつまんなすぎて変な夢見ただけ。絶対大丈夫ね。リーナー、本当に本当にごめん。いつも至らないところばかりで申し訳ございません。何言ってんの。でも友達でいて見捨てないで。ちょっとペンキついちゃって。リーナー、分かった、見捨てない。ごめんリーナー。分かったよ。何やってんだよ、汚れんだろ。おお、ちょっと、おお、すげえリーナ、いい感じじゃん。ほんと。おお、今盛り上がってたけど何の話。葵、なんでお前今なんで避けられた。だって一週間前も同じことあったもん。夢じゃない、本当にあったの。繰り返してるの、同じ時間を。
嘘じゃない、本当に見たの。このまま日曜日になったら後先考えろよバカ。え、飛び出したりするから。大丈夫、お前は死なない。リク、なんで知ってるの？俺も来たから、ライブの日から。え、秘密を教えるよ。俺ズルしてたんだ、子供の頃からずっと。ズル？時間を戻せる。には注意が必要なんだ。特別？そう、これは人生のレコード。刻まれてるのは書ける人間の時間そのもの。この針を置いたところからもう一度人生をやり直せる。そんな話、俺も今なら思うよ。小野さん何言ってんだって。でもその時は信じた。それで？持って。マイスターホラは心は時間を感じるためのものだと桃に教えます。心が時間を感じられなければ時間はないも同じだと。それに対して桃はこう質問します。葵？するとも、時間を戻せるって。リクも一緒に戻ってきたってこと？ライブの日から。うん。でも事故の時私レコードかけてないよね。俺も気づいた時には一週間前に戻ってた。今までこんなこと一度も。でも運命を変えられた。だから葵はもう死なない、絶対に。じゃあさ、ズルしてたってどういうこと？覚えてる？初めて葵にギターを弾いてやった時。うん、私の誕生日の日でしょ？うん。俺、ほ
本当はギター弾けなかった。懐かしいね、夢で会えたらいいね。パパのもういないけど。そっか、直してあげたいんだけど、これは難しいかな。ごめんね。ううん、いいの。隣の葵ちゃん、明日誕生日だって。ケーキ食べにおいでって。おじさん、ギター教えて。なんだよ、いきなり。教えて。まあ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 、最初はそんなもんだな。いらっしゃいませ。おお、初めてにしてはセンスあるよ。いらっしゃいませ。お前天才か。初めてギター弾いてそれ。あ、待てよ。そういうことか。直せる。俺直せる、そのレコード。鍵置いて。お前の誕生日100歳まで俺が祝ってやる。本当に？うん。高1の時の誕生日プレゼント、あれも。いや、あるけどね。そういうのあるけどね。葵ちゃんの誕生日今週だろ。あ、無理無理、絶対間に合わない。何日あればいける？いや、あるけどね。そういうのあるけどね。葵ちゃんの誕生日まで一月あるから、ギリいけるか。暇つぶし？来年もこれがいい。再来年も、その次もこれがいい。
ちなみにこれ12回まで聞ける。いただきます。え、ちょっと、ま、おいしい。ねえねえ、他には？ん？直也と哲太くんサークルの新刊で席一緒になっただろ。うん、ベースとドラムやってるって。うわ、もうメンバー揃っちゃったって。あの偶然も先に探しといた。あとは？最初に作った曲、リクが一晩で書いたやつ。3ヶ月はかかった。え？曲なんて作ったことなかったし。あの、一言言っていい？いっつも余裕の顔して読めんだよって。当たり前じゃん。だからズルしてたって言っただろう。言ったけどさ、お前の前でカッコつけたかったから。ねえ、リクって私のこと好きなの？今さらそれ聞く？なんだよその動き。あ、でもこの間直哉とうまくやれって言った。言ったっけ？え、夢じゃね。え、混乱するからやめてよ。好きだよお前のことが。最初に会った時から。ああ、もう損した。あ、だって私来月留学しちゃうんだよ。1年も会えないんだよ。リク大学に入ってから勉強ばっかりで。本当は二人でしたいこといっぱいあった。こんなんなら早く言っておけばよかった。あのさ、葵って俺のこと好きなの？今さらそれ聞く？ほら、やり直そっか。例えば去年の夏から。うん、笑ったこと忘れないように、そっと思い出はポケットに。ちょっと！
UFO、 ほら、あっち移動した。ケンタ君、ほらほら、さあ、おい、お前がどれだけ先走って転びそうになっても、俺がもっと先にいてお前のことを守るから。めぐってめぐって僕の中には君がいる。ありがとう。うん。留学。やっぱりするんだ。寂しい？別に。よく英語も喋れないのに翻訳家になりたいとか言うよな。言葉なんて向こう行ったらなんとかなるでしょ。また後先考えずに。だって明日のことは明日悩めばいいでしょ。え？今日は今日とことん楽しまなきゃ。そうだな。リクの夢は？高校まで文系だったのに大学でいきなり進路変えちゃうのに、どうして？宇宙飛行士になりたいとか。さあ、忘れた。
なんで忘れちゃうの。きっと叶うよ、葵の夢。だといいな。寂しくても泣かないでね。泣く。え、泣いちゃうの。泣かないで。はあ、なんで俺には彼女ができないんだ。いや、お前だってその顔面偏差値なら理論上超絶モテてもおかしくない。じゃあなんで、リクと比べて何が足りないんだよ。男としての余裕じゃね。わかるしょ。わかるわ。余裕か。そんなことない。え、確かに余裕はないかもしれないけど、まっすぐだし純粋だし天然だけどいいやつだから友達いっぱいいるし、顔だって私はリクより断然直哉の方が。授業あるから。おう、頑張れよ。リナ、授業頑張れよ。ありがとうございました。ノーマーカルの給付状パターンね。おあっちゃ。最後のライブか。あおいちゃん留学しちゃうしな。てった留年して待っててあげたら。直哉の方が断然見込みあるぞ。なんで。なんかもっと盛り上げられないかな。終わりにパーンって大きな花火上がるとか。いや無理。なんでよ。だってほら土砂花火やるんだし、頼めば一発くらい私たちに。いや無理なのに。わかるよ。そんなことないよな。いや、ありえんのね。8時になった瞬間、あの海岸からバラ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 って上げるからな。いいですね。おっちゃん、今年も花火楽しみにしてるね。任せておいて。大学、夏休み。夏休み。暑いよ。暑いよ。どうも。いや俺もね、いや昔バンドやってたんだけど、はい、フォーマイルスって知ってる？フォーマイルス。え、あ、俺のバンドなんだけど、あれ、え、もし、わかんないっすね。いや、瀬戸内のビートルズって言われてたんだけど、まあ、やっててさ、やっぱやってた俺から見たら違いがわかるよね。やっぱギターすげえうまい、すげえよかった。いや本当に、ね、いやで今日どう？このさイベントも俺考えたんだけど、
ありがとう。いやいや、魂が震えんじゃん。今日よかったもん、ね、魂が震えてたもんね。ね、うん、時間を感じるためのものだと桃に教えます。心が時間を感じられなければ時間はないも同じだと。それに対して桃はこう質問します。すると、もし私の心臓がいつか鼓動をやめてしまったら、どうしたの？なんか、ちょっと何やってんの、バカアップル。また同じとこ間違えてたでしょう。あ、バレた。まあ本番までには間に合わせるから。想像してみろ、お前の上達ペースは。うん、100% 間に合わない。あ？え、俺よりリクだろ。なんであいつ来てねえんだよ。なんか連絡は？なんなんだよ。ライブ日曜だぞ。リク様子おかしかったよね、さっき。うん。なんかあった？今じゃなきゃ意味がないんです。そんなこと言う、私のせいに悪い問題じゃない。何してんだあいつ。1年より書くこといっぱいあったんだ。うん、でも歌えばいいのに。俺はいいよ。またそれだ。俺はいいから、葵やりたいことやれよ。じゃあ行くよ。まるで違う、いつも見上げる空も次なんだっけ。伝わるぬくもり、その横顔も特別に変わる。一度も見せてないよ。
この歌詞。私に内緒で戻ってるの？来た。来ちゃうのかよ。はい、てったくん、回らない寿司おごり。マジかよ。くそ。あ、おうちも来た。あんたたち何かけてたの？え？リクが練習に来るかどうか。練習サボるくせに、葵ちゃんのことで呼び出したら速攻駆けつけてやんの。直哉に生まれてどうすんだよ。練習すんぞ。あ、おごりね、おごり。忘れないでよ、おごり。リク？許してやんなよ。これでも二人とも心配してんの。お前最近なんかおかしいだろ。いいよバカ。俺らみんなバカだからさ、お前の考えてることさっぱりわかんねえけど、なんか抱えてんだろ。少しは頼れな。用事あるから。あ、りっくん。おい、用事ってなんだよ。俺たちの最後のライブだろ。それどころじゃないんだよ。は？は？本気で言ってんのかよ。そうだよな、ライブなんてどうでもいいよな。お前いつも完璧だもんな。俺らのレベルに合わせるのつまんねえよな。あおや、もういいわ。俺たちだけでやる。ほら行けよ。量子力学、相対性理論。彼の質問は時間に関することばかり。時間？勉強熱心なのはわかる。でも最近の陸くんはちょっと常軌を逸してる。途方もない時間のかかる分野よ。わかってるはずなのに、それでも今じゃなきゃ意味がないって。まだ二十歳でしょ？彼は何をそんなに必死になってるの？
リク。何度も試したんだ。ライブの終わりに葵を一人にしない、旅行に連れ出す、どこにも出られないように閉じ込める、でも結局そのたった一つが帰らない。数えきれないくらい見た。7月31日18時10分どうしても助けられなかった。でも一度だけ葵と一緒に戻れたんだ。レコードに触れてもいないのに時間が戻った。初めて運命を変えられた。だからきっとまだできることがあるはずなんだ。お前死のうとした。その時間、代わりに俺の命がなくなれば葵が助かるんじゃないかって。その瞬間戻ったんだろ。死ぬ運命じゃない、お前が死のうとしたから。もし一緒に戻ったんなら葵ちゃんは巻き込まれただけなんじゃないか。葵ちゃんの運命を変えられたんじゃない、お前の運命を変えられなかっただけ。なんでそんなこと言い切れんだよ。俺もやったことがあるから。遅かったね。ご飯食べるでしょ。ごめん、食べてきちゃった。
青い。ここにいたんだ。曲の続き作ろう。いい感じじゃん。明日のライブでやりたいけど絶対練習間に合わないよな。特に直也。しょうがない、1ヶ月戻ってみんなで練習しよう。葵、もう嘘つかなくていいよ。りっくん、何回繰り返したの？何回私が死ぬの見たの？あの日、私の代わりに。お前は死なない。戻れるんだ。いくらだって。二人でずっと戻り続ければいい。ほら、次はどこに行く？高校とかどう？ほら、あの、潰れた焼きそば屋？また葵と食いたいなって。それに文化祭、葵歌いたいって言ったのに俺やだって出なかったからさ。やり直そう、もう一回戻って。好きだよ、お前のことが。最初に会った時から。なんで？今まで俺がどんな思いで何度も繰り返してきたと思ってんだよ。戻らなくていい。戻りたくない。何勝手に諦めてんだよ。絶対戻してやれ。俺が助ける。俺が何度だって葵と戻って。いつまで？これからずっと。ずっとだよ。そうなの、生きてるって言える。生きてなくたっていい。葵のいない未来なんて俺には意味がない。やり直したくない、どの時間も。だって陸と会ってからの15年も、陸と繰り返した1年もすっごく楽しかったから。
葵、少しは荷物。片付いてるとそれはそれで張り合いないわね。はい、お誕生日でしょ。そっか、開けて開けて。これならお母さんいなくても起きられるでしょ。うん、ホストファミリーに迷惑かけないように。これからは洗濯も掃除も自分でちゃんとやんなさいよ。うん、危ないところには行かない、お菓子ばっかり食べない。でどうしても寂しくなったらいつでも帰ってきちゃいなさい。どれだけ遠くに行っても葵の家はここにあるから。どうした？ホームシック。困った子ね、まだ出発もしてないのに。しくじるよな、何でも大抵1回目は。大切な人との別れも。だからやり直そうとした。それでも何度もしくじった。あいつを救うことも追って死ぬこともできない。何十回目だろう。疲れ果てて病室で寝てた俺にあいつが言ったんだ。いつまで寝てんのよって。言うか、人の気も知らないで。そしたら気が抜けてなぜか腹が鳴った。その時あいつが笑ったんだ。本当に久しぶりに。釣られて俺も笑って、そしたらよかったって。ずっと俺が遠くに行ってしまった気がしてたって。だから最後に目があってよかったって。それからの短い時間は今までで一番幸せな時間だった。今お前が大事にしたい時間は壊れたレコードをつなげることか。本当はもう分かってんだろ。終わるとき大抵こんな感じだよ。
ライブがしたい。まあ俺らはするけど。この間は悪かった。ライブがしたい。お前らと一緒に。まあそこまで言うなら寄ってあげても。ねちょっとか。うん。この曲みんなで。何それ。新曲。葵と作った。はあ？今から新曲？絶対間に合わねえ。わかるっしょ。わかってる。でも。頼む。頼む。100% 間に合わない。だから死ぬ気でやんぞ、直也。しょうがねえな。哲太君ならできるよ。おめえだよ。やっと見れたわ、お前のカッコ悪いとこ。さあ、ってと。お願いします。お願いします。リナちゃんに頼まれても、できねえもんはできねえんだよ。お願いします。お願いします。ライブ始まるぞ。わかんなくなっちゃった。考えるより先に突っ走ってきたのにね。今はどこに行ったらいいのか。リクのそばにいてもいいのか分かんなくなっちゃった。俺も分かんなくて読めなくて。でも一つだけ今この時間葵と生きていたい。歌おう一生分。出番！早く！
ステージ行って早く出番だから。お待たせ。我々ごめん。じゃあ行きますか。え、行くの？早く姉ちゃん、これ。あ、ありがとう、ゆうと。ずっ、葵、客席で見てるからね。あ、待って、リナ。このままでいいの？え、ナオヤと誰が？ただの友達で過ごす夏休みと彼氏彼女で過ごす夏休みは全然違うよ。何その上から目線。違ったよ、本当に。考えとく。ほら早く行かないとね。葵、見てて。好きだよって君の言葉、嘘みたいに嬉しくて、まるで違って見える、いつも見上げる空も。ギターを教えてくれる指先、伝わるぬくもり、その横顔も特別に変わる。君がいるだけでありふれた日々も一分一秒全て愛しくなる。今この瞬間、時間が
き戻したレコード、君を守りたいんだ。もしお願いかなら、一人になんてしないから、ずっとその手つないで。バースで、葵。さすがリク。だろ？またなんかズルした？さあね。約束しただろ？ありがとう。100回目は最高の誕生日だね。カレー作っといたから全部食べろよ。うん。あ、それとデザート預かってたもんがあってさ。ちょっと出かけてくる。元気ですか？元気なはずないか。
でも私は全然心配してません。私がいなくなった時間にもリクは楽しいことや美しいことをたくさん見つけられると思います。だって私の人生の大切な時間は全部リクが刻んでくれたから。だから針を前に進めてください。私の時間なんてさっさと追い抜いて、もっともっと遠くへ。これはリクへの100回分の誕生日プレゼントです。伝え切れ
あ、そうだ。最後にもう一つ。このレコード、食べちゃっていいからね。